<noise> こんにちはこんにちは今日のデイリーユニークは自分を愛せない病を治して使命に生きろです高木きとさんよろしくお願いします自分を愛せない人は他人を愛せない他人を愛せないってことは 愛されないんですよねやっぱり人ってなんか愛してくれる人を愛するじゃないですかまあそうですよね、うん、だからつまり他人を愛せないということは自分に返ってこないもう自分も愛せないし他の人からも愛されないで踏んだり蹴ったりですよ寂しいですよね寂しい愛されたいですよねうん愛されたいですね自分は愛されたいですよ愛されたいですよじゃあ本気で自分のことを 愛ししままくりましょうよそしたらそれが結果他の人のことも愛せるようになってまた自分のことも愛してくれるような人がたくさん増えるっていうことなんですけどそもそもじゃあなんで自分って自分のことをこう否定するのかっていう根本の話なんですけどまあ元宣教師としてちょ,ちょっと一言だけ言ってもいいですかね。どうぞひ言でも二言でもみことでもどうぞ。 あなたのことを最高傑作と思って、よしいいいいと思って、このように生み出してるんですよ。それを、なんか、いや、自分ダメだわとか、あなん、なん、もう自分なんかいなかったらいいのにとかって言って、神様がよしとしたものを、あなたが否定してるんですよ。どっちが偉いんですかって話じゃないですか。どっちが偉いんですかねなあ。わかりません。あの、 自分を愛せないっていう時にその理由なんですけど自信がないっていうのがすごい大きい理由なんですよ自信がないそんなことありませんかこう自分の何かこういう部分に自信がないとか受け入れられないとか自信がないのはまあ自信がないことだらけですよね自信があることを数えるのが難しいですよね 自信があることってなんだろうないかもしれないなんだろうないななんだろうまあ息子から愛されてることぐらいかしらよかった一つでも絶対的なこれは愛、まあ、信じられる愛だなってあの子供を産んで初めて思ったのでうん、うん、これだけかもしれません自信を持ってみるのは、うん そうですねその他の部分ではちょっと自分自信がないつまり自分を信じていない感じですかねそうですねどうやったら自信を取り戻せるか実は方法があるんですよ、まあ、逆にねどういう時に自信をなくすかっていうのを、まあ、自分自身だったらちょっと客観的になりにくいんで他人に置き換えて考えるといいんですけどどういう時に他人 を信じられなくなりますかね。信じられなくなる時ですか。うん。なんかこいつ信用できんとか、あ、もうちょっと距離置いといた方がいいかなとか。あ、なんかもう顔も見たくないと思う瞬間ってどういう時ですか。<laughs> まあ、自分自身。が、まあ、傷つくことが。ことされたとか言われたとかっていうのは、まあ、もちろんとして、まあ。嘘。 嘘をつく疲れるつく疲れるみたいなうんすっごいいいことさっき言ったんですよどうもありがとうございます、うん、自分自身を傷つけてくるとか嘘をつくとかこれ自信をなくす本当に大きな理由なんですよ約束を守らない自分を傷つけるこの2つすっごい大事でまあさっき 他人に置き換えたら考えやすいって言ったんで、これを今度逆に自分にまたもう一回置き換えて考えると、自分で自分を傷つける、自分で自分に嘘をつく、約束を守らない、これが自信をなくすすっごい大きな理由なんです。なるほど。うん。だからもう自分を傷つけることやめてください。自分に嘘をつくことやめてください。だから、その自分と例えば約束をして破っちゃったりしたらなんかこう、まあ例えば。 まあすごいしょうもない例えかもしれないけども朝6時に起きるぞって言って起きれなかったらなんか自分との約束が守れないじゃないですか,かどんどん自信がなくなっていくんですよどうせ自分はダメだみたいになるなるだって責められるしね、うん、周りからも責められるしいや分かっとんだけどできんのんだけどやっぱりダメな人間だなって思うよ、うん、だからそれ,それを自分が守れる約束に変えていくんですよ、まあ、朝起きしたいというまあ目標はあると思うんでそれをどうやったら実現できるかなって で無謀な計画を立てると崩れていくんでそれを実現可能なでもちょっと努力もするけどっていうあたりの目標に落としてやるんですよ。でそのできる目標を日々達成し続けていると少しずつ自信が回復してきます。で例えばさっき自分を傷つけるってことも出てきましたけどじゃあそんな自分できな,か、まあ、例えばできなかった自分をダメダメダメって言ってあるいはそのけなしてくる人周りから攻めてくる人って っってていいう声を聞いちゃってあ自分はダメな人って言ってて言を押す自分自身を自分で傷つけるってことが起こっちゃうとまた自信をなくしてしまうんですだからこれはもうガードするそこはもうカチッと誰が何と言おうと自分はまあ関係ないっていうかそ,それができるから自分が認められているわけではないみたいな感じでちゃんともう自分を守ってやることが大切ところでね 最高,最高の自己否定感って何だと思います生きとってもつまらないみたいなそうですね端的に言うとつまりズバリ死んじゃおうかなって思うことですかそうですね死にたいとか思うことあると思うんですよ例えば学校でいじめられたりとか振られたりとかなんかすごいもう返,返すことのできなさそうな借金を抱えてしまったりとか なんかすっごい誰かを裏切ってしまってもう顔も見せられないとか、まあ、いまあいろいろ事情があるかもしれませんけど死にたいっていう思いまあ駆られることもあると思います最高の自己否定感まあ自分もあるんですよ実はねあもうなんか死のうって思ったことあるんですけど結局その時にまあその時は振られたからっていうまあしょうもない今,今考えればまあしょうもない理由でしたけどその時はっと気がついたんですよ あれなんか振られたからなんかもう自分の居場所はないとかっつってあじゃあ死ぬみたいな自分はもうここにいても意味がない死ぬみたいな発想になっちゃってた時にハッと気がついたあこれ悪魔になんかトリックで騙されてるなって思ったんですよ自分が消えたところで例えばまあ自分の場合だったらその戸籍女子でも中身は 男だっていうのを主張してたのにも関わらずそれを受け入れてもらえてなかったわけですね。で、それをもしじゃあ自分が、あ、じゃあもう自分が消えるって言って、もし自分が消えてたら、じゃあ今、性別って体じゃないよねっていうふうなことをいろんなところでメッセージを発信している自分の存在もこの世からいないわけですよ。 つまり、自分があの時消えてたら、自分が理想とした、自分はこれが正しいと思ってるって信じてる未来をたぐり寄せることはできてなかったんですよ。ちょっと難しいですかね。言ってる意味わかりますかわかると思いますよ。うん。だからその時に気がついたんですよ。自分がなんで消えないといけないんだろう。自分は自分が信じてることが正しい ま正しいというか自分が信じていることを現実化させたいっていう思いを貫いていきないといけないと思ったんですよ。自分が消えるんじゃなく。その時はまあ辛いかもしれないけれども、そういう現実が来てほしいっていうことを目指して、そのために生きる人間が一人でもいるっていうことを生きないといけないと思ったんですよ。で、それが使命だと思ったんですね。まあ命を使うと書いて使命。で、 使命に気づいたり、使命に生きてる時には、もう、うつうつしてる、暇がないというか、もう、そんな場合、そんなこと言ってる場合じゃなくなるんですよ。前に向かって生きようっていう気持ちになってくる。今になって思うに、悪魔に、本当に、目、目隠しされてたなって思うんですよね。あの時は、自分はもう、どん底だ。もう先はないと思ったんだけども、実は、その先に、 すごい神様はプレゼントを用意してくれてたって、後から結局気がつくんですけど、闇夜を乗り越える、冬を乗り越えた後の春、闇夜の後の夜明けっていう人生がその後にもう怒涛のように押し寄せてきたんですよ。自分の場合は。まあ例えば、最愛のパートナーと出会った。持てないと思っていた子供を持つこともできた。結婚もできた。 こんなな幸せな人生が待っていた。あの時には気づかなかったですよ想像もしなかったけどでも人生って想像を超えた現実が起こるんですよ自分たちは想像しできる以上のことが起こるんですよだから自分の想像で決めつけちゃいけない死んだらダメってことですねそこで終わりっていうことですねそうですね命が寿命命が尽きるまで使命を、 生きてしいなと思うんですもし、こう、今、ふわふわしてるとか、なんか、うつうつしてるとかだったら、使命にまだ気がついてない可能性があります。自分がなぜ、この世に使わされたのか、この命をどうやって使ったら、自分自身が、あるいは他の人を愛することができるのか、っていう部分、使命、ミッション、ポシブル。ポシブルって何でしたっけ可能。 昔、飛行、飛行場を歩いてた時に、インポッシブルっていう、インポッシブルっていうのは不可能っていう意味なんですけど、インポッシブルの i と m の間にコンマ、コンママークがつ、ついていて、で、m と p、次のポッシブルの p の間に、スペースが入ってた広告があったんですよ。これちょっと皆さん、あの、 頭の中で映像でイメージしてほしいんですけど、impossible の i と m の間にコンマ、そして m の間に一つスペースで possible, ドいい広告ですね。わかります i'm になっとるってことそう。I'm possible.I'm possible. 私は可能だ いい広告だなって思いましたね「インポッシブル」にちょっとコンマとスペース入れると「アイムポッシブル」続々としましたね私は可能だってどういう意味なんだろう自分には可能性がある何でもできるっていうことですよ、はああそういうことか、うん、ミッションインポッシブルのあのトムトム,トムハンクスだったっけトム・クルーズトム・クルーズか <laughs> ミッションインポッシブルのトム・クルーズのようにどんなミッションでも可能にしてしまうっていう インポッシブルな使命であっても、ミッションであっても、やってのけるっていう。だから、I'm possible. ですよ。みんな、I'm possible ですよ。自分のことを信じてほしい。そのためには、自分を傷つけない。自分との約束を守る。できる約束をする。それを続け、続け続ける。そこですね。 まあね、まあ、こういうふうなデイリー音声を話していても、ちょっとピンとこないとか、あ、なんか物足りないとか、まあ、すべての人のパターンに当てはまるっていうわけではないと思うんですよね。でも、自分が、じゃあなんでこのデイリー音声を毎日、それ毎日結構時間をかけて収録して編集して配信してっていうことを、なぜやってるかっていうと、やっぱり一人一人がユニークに輝いて自信を持って、なんか生かされる社会、少なくとも自分自身は、なんか輝いて、 あ、生きててよかったなって思える、そんな毎日を送ってほしいっていう思いでやってるわけですよ。応援したいんですよ。自分が死の淵から返り咲いてて、自分が想像もしてなかったような人生が展開していくっていうのを今、体験、家中の中にいて、あ、生きててよかったなって思ってるこの感動を、あなたにも伝えたい。あなたにも感じてほしい。そういう思いがあってやってるんです。 まあそれなりに人生経験も豊富な方だと思いますしねいろいろ教育学だとか心理学だとかっていう勉強もしてたりもするんでなんかちょっと相談してみたいなっていう人は遠慮なくしていただけたらいいなと思っています。とは言っても時間も体も限られているのでもう本気の人しか相手にしませんけどね 家族の時間大事ですからね。当たり前です。当たり前です。本気で自分は帰りたいんだとか、なんか、本気で今の状況を突破したいとか、もっといい状況に行きたいとか、いろいろそれぞれのステージにあるかと思いますが、あなんか、高木とさんとみゆきさんの話を聞いてて、励まされるとか、なんか、もっと自分は、自分のことを話してな、なんかヒントにして、踏み台にして、もう一歩上のステージに進みたいっていう人が、いれば、 スカイプしましまょうスカイプ本気かどうかをまあ測るために700円という値段も設定しました安時間は30分、うん、なんで700円なんですかラッキーセブン<ロ> <laughs> それ以外に意味はない007ゼロゼロですか007ゼロゼロの逆だね、はい、うん なので、まあ、自分を愛せませんよとか、なんか自分の使命が見つからないとか、他の人と他人が好きになれないとか、まあ、ただただ興味本位だけれども、なんとなく2人の話が気にかかる、話をしてみたいとか、あればですね、本気だっていうのを見せてください。700円。700円以上、ウェルカム。<laughs> 上限なし。<laughs> 上限なし。<laughs> 上限なしです。まあ、まずは、あの、 uniqueworld.gmail.com の方まで連絡くれればと思います。YouTube だったら説明欄のところに、メルマガの方はまあメルマガのところにね、あの連絡先とか書いてますんで、そちらから連絡ください。あとはまあ、エアビービーとかもしてますからね、ここ。田舎暮らしが体験できて、夜の静けさが体験できてっていう、もう格別な環境の中で、夜は熟睡できるし、夜通し話すことも可能なんで、 エアー b アンド B の方もウェルカムということでこれは追加料金かかりませんからエアー b アンド B の料金払ってきてくれれば <laughs> はい別に1か月でも2か月でもお待ちしてます、はい、今日の「デイリーユニーク」は「自分を愛せない病を治して使命に生きろ」でした坂木伊人さん ありがとうございました。今、地震が起こっています。結構揺れてます。世界が震撼しましたね。ありがとうございました。